映りましたね。大丈夫です。はい。はい、大丈夫ですね。ちょっと押しちゃったけど、はい、大丈夫です。ちょっと待ってください。これで、ライブストリームがどこでしたっけ、ちょっと待ってください。こっちじゃなくて、こっちかな。あれ、あら、どこ行っちゃった。今、タイム、これかな、違うな。どこ行っちゃった。あ、これでした。消えちゃいますね。はい、じゃあライブ配信、あれ消えちゃいますね。消えちゃうんですね。今の操作をすると、今の操作って先生どんな操作をされたんでしょうか。私は持ってるだけでスマホなんです。じゃあ音だけにしますか。いやちょっと今声は聞こえてるんですよ。はい。だから多分スマホの機能で多分なんか3分ぐらいするとスリープモードになっちゃうとか。ああ、多分それがついてるかもしれない、はい、うん、でも声だけにしてっていうことでしてみますか。さっき、はい、あ、もう一つパソコンもつなげてパソコンで、映像でパソコンの方をミュートにして、はい、っていうこともできますけど。ちょっと待ってください。じゃあパソコンをつなげてみましょうか。パソコンでちょっとつなげてみます。今そのスマホをつなげたままでパソコンをつなげていただくことってできますか。できます。ちょっと待ってください。どうですか。はい。こんにちは、皆さん。増山玲奈です。今、ライブ配信の方をスタートしてるんですけれども、本日は、ゲストに、日本ベーシックインカム学会理事の、樋口先生にお越しいただいています。樋口先生が、ベーシックインカム学会を作られた経緯ですとか、どういうふうにすれば会員になれるのということですとか、樋口先生が考えられているこの理想の社会像とか、そういったお話をお聞きしたいと思っております。ぜひ皆さん質問等ございましたら、Facebook のコメント欄にお書きいただきましたら、そちらの方で先生にお聞きしますので、よろしければご記入ください。また日本ベーシックインカム学会は今ホームページも新しくできまして、その活動を参加したりイベントに参加したり、また会員になっていただきますと学会での発表が可能です。ちょっと待ってくださいね。先生、今準備されてますので、ちょっとお待ちください。あ、タオさん、ありがとうございます。タオさんも、樋口先生にご質問がありましたら、ぜひコメント欄にお願いします。あと、ひょっとしたらなんですけど、ベーシックインカム学会の最も大事なイベント、日本ベーシックインカムのですね、全国大会の方が9月の22日に、あ、先生、こんにちは。あれ？今どちらに先生が？はい、はい。え？今先生は、ちょっと待ってくださいね。先生はどこにいらっしゃるんでしょう？すいません、ですね、ちょっとお待ちください。
あ、しもりさんもありがとうございます。9月22日にベーシックインカム学会の全国大会がございます。で、あ、小次郎さんお久しぶりです。あ、先生が復活されました、はい、今度こそ切れないくていけるかしら。すいません、どうも、いえいえ、はい、なので時々3分に1回ぐらいスマートフォン の画面を触るといいかもですね。それかもしれないですね。そうすればなんか忘れないように時々触ると眠らないのではないでしょうか。はい、こんばんは、かなえさん、ありがとうございます。ではこの放送は、増山玲奈のタイムラインでFacebook でご紹介しながら、そして明日放送の多摩レイクサイド FM、ラジオの方でも音源をご紹介させていただきたいと思っております。では樋口先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ではちょっとラジオ風のところから最初行ってもいいでしょうか。よーい、はい、はい、こんにちは。毎週お聞きいただきましてありがとうございます。多摩レイクサイド FM の増山玲奈のドラゴンジャーナル、毎週木曜日そして土曜日に放送をしていただいております。本日は素晴らしいゲストとしまして、日本ベーシックインカム学会の理事で、そして、ベーシックインカムの研究家でおられます樋口博義先生にお越しいただいております。樋口先生、よろしくお願いいたします。はい、はい、はい、画面が消えてしまいましたけれども、もうこのままいきますか。はい、はい、では音で参加していただくという形で引き続き、続けていきたいと思います。樋口先生の自己紹介をお願いいたします。樋口と申します。日本ベーシックインカム学会の今会長をやっております。はい、私は、武蔵大学の大学院を、修了してですね、そこで、会計学を勉強しました。そしてですね、最初にですね、岩田県立大学に赴任しまして、さらに水戸短期大学という、30年間ぐらいですね、大学での研究をしております。で、最近ですね、公会計ということを研究して、公会計という分野に興味を持ちまして、その中で、ベーシックインカムというのを、研究中でございます。ありがとうございます。先生がこのベーシックインカム学会を、開催されるきっかけになったお話ですとか、どういったきっかけからベーシックインカムに、ご興味を持たれたのかということを教えていただけますでしょうか。そうですね、ベーシックイン、特にですね、ベーシックインカムはですね、公会計を勉強している中で、日本の、特に貧困問題ですね、貧困問題とかをどうやって解決したらいいだろうか、社会生活、社会、すみません、社会政策というのがありますけど、それをうまく十分に機能していないんじゃないかということが、分かってきてですね、その、はい、ベーシックインカムっていう方法が、マッチするんじゃないかということで、今研究を始めました。このベーシックインカム、1970年代から注目をされていましたけれども、日本ではなかなかこの広がりが、見えなくて、世界中でも停滞期というか、なかなかこう広がってはなかったと思うんですが、特に2016年にエノ・シュミットさんがスイスで国民投票を行われたあたりから、再注目されたと記憶しています。樋口先生がこのベーシックインカム、最低限の生活保障をすべての人々に給付していくというこのベーシックインカムに注目されたのはいつ頃だったんでしょうか。そうですね、私大体ベーシックインカムについて、具体的に研究を始めたのは5、6年前だったと思います。はい、
ああ、そうだったんですね。何がきっかけだったんですか？やはり特に生活保護とか、その文献を読んでると、その生活保護は申請しても、実際自給している人はほんのわずかですよね。はい。まあ、その生活保護を自給しなきゃならない、その所得であるにかかわらず、まあ、自給できないっていう状況になって、その中で何かいい方法がないかなってことを考えてですね、それで、まあ、関心を、まあ、ベーシックインカム、まあ、現金で給付しちまうっていうか、方法に関心を持ちました。はい。はい、このベーシックインカムですが、今、コロナ の被害が世界中で広がる中で、スペインでもそのユニバーサルベーシックインカムに向けて、まずは部分的なベーシックインカムを始めようという動きですとか、日本もすでに10万円の給付が、全国民、日本に住んでおられる、住民登録のある外国人の方も含めて、給付が行われているわけですけれども、世界中で広がっております。このコロナの被害とベーシックインカムということについては、先生はどのようにご見解をお持ちでしょうか。まあ、そうですね、まあ、個人的にそのやっぱりコロナ対策でその、1人10万円、いや1人、まあ、10万円じゃなくて、まあ、20万円ですね、最初の20万円支給しようという運動の、まあ、発起人の1人には なりましたので、もちろんこれをきっかけにですね、ベーシックインカムを受けていこうということにはもう関心があります。はい、ありがとうございます。はい、先生にも、発起人として、そして、賛同で名前を連ねていただいた形で、小野誠二先生が日本経済復活の会の会長を務められております、経済学者の小野誠二先生が、出しました試算をもとに、2月28日に財務省を訪問しまして、国民全員に20万円を給付し、すれば、コロナの被害も含めて日本経済を、再復活させることができるということを提言をしに行きました。こういった私たちのアクションが、今回の10万円給付に効果的だったのではないかということを請願を受けてくれた財務省の方がこの間、もう一度6月に再度訪れた時に、おっしゃってくれました。ただ10万円給付がまだな方々がすごく多いと思うんですけれども、10万円一度だけ給付をもし受けたとしても、さまざまな税金の支払いや家賃で消えてしまうということがありまして、私としてはさらに追加の現金給付が必要かなと思っているんですが、樋口先生はどのようにお考えでしょうか。まあ、そうですね、まあ個人的には、まあ、もう一回、まあ、10万円、まあ、給付する、まあ、しないとですね、はい、なかなかですね、まあ、1929年の大恐慌以降の、まあ、経済的な打撃ですので、まあ、できればそうしていただかないと困ると思いますよね。はい、今都知事選も、始まろうとしていまして、その中で山本太郎さんが都民に対しての10万円給付ということを公約にされていますが、先生はこの公約はどう思われますか。自治体ごとにやっていくことは、まあできればやっぱり国全体でやるっていうのが、原則だと思うんですけど、まあ、自治体ごとに、はい、まあ、10万円給付するっていうのも、まあ、いいアイデアだと思ってます。はい、もし東京都でこの10万円を地方再発行で、給付するということがあると、なんかこう今私幕末の映画を撮ってるから余計に思うんですけれども、藩札みたいな感じで日本の、今 中央に集まってきた日銀を作られる以前の日本の、江戸時代のあり方に似てるななんていうことも思って、面白いなと思ってました。こういった太郎さんの動きに対しては、白崎さんというこのベーシックインカム学会の理事でもあります、
出版社を、運営されていらっしゃいます白崎さんがアンドリュー・ヤンさんというアメリカの大統領選に出られた方の本を今出されてるんですけど、アンドリュー・ヤンさんが反応してこれいいアイデアだねみたいなことをツイッターでおっしゃってまして、ひょっとして太郎さんが東京都で10万円給付ということを行ったら、各国もですけれども各首都でそういったことが今後行われるような世界的な流れができるかなっていうこともちょっと私思いつきました。先生はそのように先生が考えるベーシックインカムのその理想のスタイルというのは、まずその地方から始まってで、ある地方からベーシックインカムを実験をスタートして、それが徐々に、金額や範囲が広がっていくということを、先ほど打ち合わせの際におっしゃっていたと思うんですけれども、はい、先生が考えられますこのベーシックインカムの、導入の順序というのはどんなイメージなんでしょうか。まずですね、やっぱり部分的というか、まずまあ小さな、まあ、自治体ごとにから始めていくっていうんですか。例えば、出たところによると、岩手県の遠野市では、まあ、新規参入のですね、起業家、まあ、事業を起こす人ですね。はい。人にですね、一家族17万円を支給するっていうベーシックインカムがすでに、実験的に行われております。まあ、そういうのをまず広げるということですね。はい。まあ、コロナの対策ももちろんその段階に入るんだと思いますけど、まあ、まず、まあ、限定的な範囲で、まあ、かなりまあ限定的っていうんですか、範囲でまず実施すると、はい、すでに実施されているのは、実施されてもおりますので、はい、それです。次にやっぱり先ほど増山さんからもですねおっしゃられましたように、まあまあ、例えば収入が100万円に満たないような人たちに、毎月例えば7万円ぐらいを、今度は毎月になりますけど7万円ぐらい支給、1年間で84万円を支給するが次の段階だと思うんですね。そうしますと、はい、まあ、大体日本に、100万以下の100万未満というんですか、収入の方は300万人ほどいるんですが、その総予算は大体 2.5 兆円ほどで、まあ、実行可能なんですよね。まあ、日本の、予算は、全体の予算は100兆円ですので、その中の 2.5 兆ですね、40分の1ですので、まあ、実現可能性もかなり高いと思うんですね。はい。まあ、スペインとかフランスとかイタリアでは、まあ、そのくらいのレベルで、恐らくの限定付きで、多分導入実施が決まってると思います。はい。なるほど。最後に。はい。はい、最後にですね、まあ、国民全員に例えば7万とか1人あったりしてね、7万とか10万とかですね、はい、まで広げていくと、まあまあ、そこがかなり予算がかかるんです。そこまでいくにはですね、予算がいるんですが、まあ、その段階ではですね、もう AI やロボットによってですね、人類の労働がまあ完全、まあ、ほぼ代替されるというか取って変わるっていうんですか、その段階になればもちろんそれベーシックインカムだけでも生活していく金額が必要になると思うんです。はい。まあ、そういうふうに考えています。段階的にどんどん拡大していくっていうんですか。はい。それがまあ現、まあ、ベーシックインカムをもしどんどん進めていくにはそういう考え方が重要じゃないかなと思ってます。はい。なるほど。この今ロボットによってで、労働が置き換わっていくということをおっしゃっていましたが、実際に自動でレジが無人になったりですとか、さまざまな社会の中で今まで人が行っていた仕事がロボットに置き換わっていっているということが起こっています。この動きもこのコロナの被害によってより進んでいると感じるんですが、先生はどうお考えでしょうか。まあ、例えばです、ね、最近のニュースでアマゾンが、まあ、かなりその自動化する、投資を行った資産を増やしたというニュースもありますように、はい、このコロナのきっかけにどんどんその人間、ロボットで代替するという動きは
かなり加速していくと思いますね。はい、はい、私今ちょうど先日東大で行われた AI とシンギュラリティの映像の編集を行ってたんですけれども、それは人工知能を開発されているワビという団体の、先生、のお話をもとに作らせていただいているんですけれども、新しい人工知能のモデルを、以前私たちはロボットというのは人間に似せたものを作っていくのがロボットという概念があったんですけれども、そういった実際に人工知能の開発を進められている先生方のご講演を聞いているとちょっと背筋が寒くなってきまして、というのは人間型の知能というのは、人工知能の中においてはレベルがかなり低くて、計算のスピードも遅いですし、実際にはこの AI というのは宇宙時代に向けて人間のフォルムや人間の能力をはるかに超えたスピードで進化をしているんだということを言われてまして、今後本当どんな世界になるのかなということをこうある意味不安にも感じながら先ほど映像編集をしてました。今後ベーシックインカムを考えていくにあたって、自動化によるどういう社会が生まれるのかといったビジョンも一緒に考えていくのが大事かなと私も思っております。またベーシックインカムの活動についてもう少しお詳しくお聞きしたいんですけれども、先生が立ち上げられましたこの日本ベーシックインカム学会ではさまざまな活動を行われております。今後の活動はどのような活動を、学会を、予定されているんでしょうか。学会の行事ですか。はい、学会にはですね、研究会と、年次大会、全国大会の2種類がございます。はい、それで学会の研究会はですね、7月26日に関西の大阪で行われます。そこではベーシックインカムの研究者の第一人者の小沢先生とか、本学会の松尾先生、山中先生の先生方が、ご講演されます。はい、それから、8月22日の土曜日ですね、富山で関東地区、はい、関西地区合同研究会というのが行われます。はい、桂木先生、野松先生が講演 される予定です。さらにですね、はい、9月22日の、春分の日ですね、はい、日の一番最後になるんですが、東京のですね、台東区区民会館というところで全国大会ですね、年次大会と言うんですが、はい、を開催する予定です。どんどん活動が広がっていますね。今まで日本の中でさまざまなベーシックインカムの研究家の先生たちが、ご著書を発表されたりしてきてると思うんですけれども、この、樋口先生が立ち上げてくださった日本ベーシックインカム学会という学会ができてから、各その支部で、地方で活動されている方々が集まる場というのができて、すごく大きな進展だなと考えております。こういった学会を作ろうと思ったのはなぜなんでしょうか。ベーシックインカムについてはいろいろ各地でいろいろ活動、運動されたりですね、あるいは文献上でもいろいろな考え方がいるということは分かってたんですが、ベーシックインカムを本当に日本に導入するしていくにはですね、意見を、ですね、ある程度まとめて案を作って、それを政府に、提出しなきゃならないんですよね。はい、だからそのためにですね、いろいろなさまざまな意見があるのは、それはよろしいんですけど、その意見を交換してですね、一つの、政策にまとめ上げていくというんですか、そのために必要だと思ったんですね。それで、日本ベーシックインカム学会っていうのを立ち上げたということになりますね。はい、
わかりました。このベーシックインカム学会、私はこう学者というよりはむしろ市民活動家という形で直接案を財務省や、行政に持っていったり提案したりということが多かったんですけれども、こう学会であるということで政治を超えていろいろな支持政党をお持ちの先生方であったり、もしくはその政治からも、まあ、距離も取りながら、学術として研究されている方であったり、いろんなスタンスの方が集まっているっていうのがとても素敵なことだなと思っております。私なんかキャラが濃いものですから、なんか樋口先生みたいなこうおっとりとしてるけれども、その全体を見回しながら場を作ってくれるという先生がいてくださって、こういった場が立ち上がって本当に嬉しいなっていうことと、私も理事として参加させていただいて感謝しております。なかなか、はい、こちらにはなれないですけど、はい、もう一つ、ラジオを今ネットで、配信をお聞きいただいている皆様にもご提案なんですけれども、この日本ベーシックインカム学会というのは、会員になって参加することができるということですよね。はい、はい、今、https.なんて言うんでしたっけ、斜めで、javi.jp っていうアドレスでベーシックインカム学会のホームページが新しくできました。年間費が1万円ということで、一般の方は1万円で、また生活困窮をされている方はもう少し、安い金額でということなんですけれども、はい、学会員になっていただきますと、こういった、年次、大会ですとか、また各支部での発表ですか、こういあ各支部での発表ではなくて、第3回年次総会、9月の22日のこの全国大会で、ご自身 の, 論文を発表する機会を得れるということなんですよね。はい、そうです。はいはい、そちらの方が7月25日がこの論文の締め切りだっていうことですので、もしご興味がある皆様おられましたら、日本ベーシックインカム学会の会員になっていただいて、ぜひこちらの学会でもご発言をしていただけたら、さらに発展が進むのかなと思います。あと先生にもう一つお伺いしたいんですけれども、はい、はい、前澤さんがさまざまなその個人ではありますけれども、おそらく世界一の規模でこの、ベーシックインカムを実際に100万円を配って、どういった変化が起こるのかということを実験をされておられます。この中では、今までベーシックインカムを給付すると離婚率が上がるという結果などもインドではありましたけれども、前澤さんの調査によると、どうやら離婚率は下がって、そして、ハッピーになって、そして新しい仕事への挑戦もするようになったというポジティブな結果が出ているということなんですけれども、この前澤さんの実験については、先生どのようにご見解をお持ちでしょうか。そうですね、前澤さんが、その実験をされるというのはすごいいいことだと思います。それで、それが肯定的に出てる、結果が肯定的に出てるってことは、大変好ましいことだと思うんですが、はい、私は、でも、多分範囲はかなり人数は限定されておりますので、はい、ベーシックインカムは実現、本当に実現したいとは思うんですが、実現するまでのいろいろ険しい道のりがあってですね、はい、慎重に考えていかなきゃならないかなと私はそう考えてるんですね。悪いこと、もちろん実験してどんどん進めていくことは悪いことではないんですが、はい、はい、みんなが思い描いてた姿と違ったベーシックインカムになっては困るので、その辺は、みんなで議論しながらいろいろ話し合いながらですね、政治家の方たちいろいろ含めてですね、はい、やっていけばいいかなと思ってます。はい、はい、
この最近特に思うんですけれども、ベーシックインカムのマイナス点としては、働かなくなるとか、財源どうするのとかいうことが、よく言われてましたけど、もう一つ重要なことは、監視されるんじゃないのということが、リアリティを持って感じられるようになってきましたよね。今、口座とマイナンバーの登録を義務化する動きも、永田町で議論が始まりましたし、これもし市民側からの、そして学者さん側からの、その、ポジティブなアクションや提案がないと、なんというかお金は配られるけれども、この奴隷のようにこう監視されて自由がなくなっていく、そういった未来が作られるんじゃないかという不安が あります。ですので、この市民側からもこういった形で進めていけばいいんじゃないかということを風通りよくですね、政策に反映させながら発信していくことが重要かなと思って、で自由に発言できる雑誌、猫のように生きるという雑誌なんかも発表してしまいました。はい、あとですね、もう一つお伺いしたいんですけれども、この先生は財源についてはどうお考えでしょうか。いや、私は、緊縮派でも反緊縮派でもないんですが、はい、まあ、最初は やはり税収ですよね。税収を工夫する相当な、無駄遣い、浪費っていうんですか、無駄遣いが、国家計を研究してたもので、はい、そういう点はたくさんあると思うんですよね。はい、まあ、特別会計とかよく言われてますけど、そこは やはりやるべきだと思うんですね。それでだんだん拡大していくうちに、はい、財源が必要になって、まあ、不足してくれば、それは、政府通貨の発行したりですね、国債発行、よく MMT 論とか最近、流行ですけど、まあ、そういった理論、はい、こともやっていかなきゃならないとは思ってます。はい、まあ、そのベーシックインカムの規模によって、まあ、臨機応変というか、その状況によって、まあ、いろいろ考えていくというのが私のスタンスなんですね。まあ、どの考え方も否定しているわけではないんです。はい。はい、この、先日、井上智弘、駒澤大学准教授で、ベーシックインカム学会の副理事の井上先生がテレビでスッキリっていう番組に出たときに、その、司会の加藤さんが言われてたのが、ベーシックインカム理想はいいかもしれないけれども、その、このベーシックインカムスタートしたら、いろいろ国が行わなければならない福祉だとか、そういうのが削られるんじゃないんですかっていう意見を言われたそうなんですよね。でそこで井上先生がおっしゃってたのが、いつも財源論をセットに、そして MMT 論も伝えながら、お金はすればあるんだよっていうことを同時に発信していく必要があるよねっていうことをおっしゃってまして、確かにそうだなというふうに思います。また同時に今、樋口先生がおっしゃったように、この今ある税金の使われ方で、ダブついてるというと言葉があれですけれども、でも実際にこう一部に偏りすぎたり、また利益を出しているのに十分な税金を納めていなかったりという、この血液がこう滞っているようなところ、そこをきちんとこうメスを入れていきながら、こう血流が良くなっていきながら、プラス足りないときは MMT があるよねっていう、その両方で提案していくのがいいかなと私も思っております。はい、本日は30分ということで、もうすぐですね、あと2分3分ほどでラジオの収録がおしまいなんですけれども、樋口先生、はい、今日の対談をさせていただきまして、ベーシックインカムについて、また先生が今後目指していかれたい社会についてなど、ご自由に何かメッセージをいただけませんでしょうか。そうですね、やはり止めるものが、まあ、貧しいものを助けて強制していくっていうんですか、そうしていく、まあ、ユートピアの実現、ベーシックインカムによって実現したいと思ってます。でもその道は決して生優しくはないと思う。先ほども出ましたように、まあ、管理社会に移行する、監視が進むんじゃないかっていう危惧もだいぶあります。私自身も持っております。
本当ですよね。だんだんなんかもうみんなアクリル板が一生、この生きてる間ずっとアクリル板で仕切られながら生きるのかなとか思ったりするとゾッとするわけなんですけれども、だからこそよりよく人が生きるためには何が必要なのかという視点もね、同時に持ちながら、このベーシックインカム論っていうのを考えていく必要があるなと思っております。はい。はい。本日は大変貴重なお話をお伺いさせていただきました。本日のゲストは、日本ベーシックインカム学会、会長でおられます、樋口博義先生です。先生、本日はありがとうございました。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。ではまた来週この時間にお会いしましょう。ということで、ラジオがこれでおしまいっていうことなんですけれども、はい、Facebook をね、ご覧いただいている皆様もお聞きいただきましてありがとうございました。このベーシックインカムについてはですね、6月の26日に私が監督しました始まりの日ベーシックインカム学会という映画の上映会も行いますので、よろしければ高円寺グレイン先生にも一度来ていただいたことがあると思うんですけれど、はい、高円寺のグレインでベーシックインカム学会の映画の上映会も行います。ぜひご視聴いただいている皆様もお越しいただけたらと思います。またこちら同時に、Zoom でも配信も行いますので、遠方からの方も映像のデータをお送りしながらトークイベントにもご参加いただけます。ぜひご参加ください。ありがとうございます。先生も今度猫のように生きる何か、関わっていただいて、記事ですとか、また今450店舗ぐらいで置かれてるみたいなので、この、はい、雑誌の方も続けていきたいと思っておりますので、ぜひ日本ベーシックインカム学会の何か会のレポートとかでもいいですね。何か雑誌の方でも、ご寄稿いただけたらありがたいなと思っております。はい、承知しました。はい、はい、ありがとうございます。では、はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあまた先生、このベーシックインカムの学会の件は私も参加させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では一旦ライブ配信の方を終えようかしら。いいでしょうか先生。はい、はい、食べました。はい、はい、次回はなんかカメラと音を、先生のカメラをどうしたらいいのかな、はい、多分ですね、 PC にこう多分聞こえると思います。はい、そう、 PC にマイクをつければいいと思います。マイクをつけるしかないですね。はい、そうですね。じゃあまた次回も、はい、そしたら共有という操作を使うといろんな表を見せながらとかいうこともまたできますので、はい、また次回いつかまたお越しください。はい、はい、本日はありがとうございました。失礼します。はい、失礼します。はい、ありがとうございました。本日のゲストは樋口先生でしたっていうことで、そう、香港もまたベーシックインカムで今度は100万円香港が配ったそうなんで、日本も懲りずに頑張っていきましょう。ありがとうございました。はい。